皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。コロナ感染拡大に伴い、なんとプロ野球などの大規模イベントを制限することを検討していると言ってますけれども、これまるで見当違いです。大規模イベントでクラスター発生してないですよね。で、大規模イベントってリスク少ないんですよ、感染リスク。大規模イベントなんて、その声を出さなければ、何のリスクもないんです。みんな黙って見ていれば別に何の問題もないんです。まして、野球はライブと違って、演者が声を出すわけではない。演劇とか違って、声を出すわけではないです。やってる方はね。だから応援はダメだと思うんですけど、しかも、ね、広いじゃないですか。で、しかも換気もね、システムが整ってるということで、プロ野球とか大規模イベントを規制したって、コロナの感染は防げないんですよ。で、実際に、コロナの専門家たちが、政府に提言している、そのコロナ感染が増える5つの場面っていうのは、酒を伴う飲食店とか、それから日常のね、マスクなしでの会話だとか、それから、仕事場での、例えば喫煙室とか更衣室とか休憩室とかでのおしゃべりとか、そういうことを言ってるんです。だからそこにメスを入れない限り、その大規模イベント、何にも感染が増えてない大規模イベントを規制したところで何の意味もないんですよ。まあもちろんその大規模イベントをやることによって、その後みんなが飲みに行っちゃったって言ったらそれは問題ですけれども、だから要は飲みに行ったり、飲食したり、みんなでワーワー騒ぐ方が問題なのであって、そっちを規制しない限り、いくら大規模イベントを規制したところで、コロナと何も関係ないですから、感染増とか何も関係ないですから、本当にね、その GoTo トラベルといい、大規模イベントといい、関係のないところを悪者にして、そこを制限したところで、何にもコロナ感染対策にはならないですからね、これ。で、皆さんに間違ったら、国民に間違ったメッセージを伝えることだけにしかならない。なんかさも大規模イベントが悪い、旅行が悪いって思われますけれども、クラスターが発生しているのはもう飲食店と職場、それから福祉施設、それから医療機関、それから学校、このあたりなんですよ。だから別に大規模イベントで今までね、発生したことなくて、むしろその小規模イベントの方が危ないんですよ。大規模イベントは広いからいいけども、例えばちっちゃなライブハウスとかちっちゃな劇団とかでクラスターが出てるのは密だからですよ。だから小規模イベントの方がむしろ危ないんです。大規模イベントは別に大丈夫なんです。距離広いから。そこをね、勘違いしてるっていう。だからその人数が多ければ悪いっていう問題じゃないっていうことをね、その3月、4月ならともかく、未だこのコロナの経験10ヶ月も積んできて、大規模イベントが、ね、悪いとか制限するとか言ってると、本当ね、これだから日本はコロナ対策がダメなんだということで、見当違いの悪者を、ね、批判したり制限したりするんじゃなくて、本当にコロナが感染しているその5つの場面、飲食店とか職場とか医療機関とか福祉機関とか、そこをどうにかするってことをね、考えないとダメなんじゃないかというふうに思います。